ヘアカラーの先生の金部です。今回は今さら聞けないファッションカラーの薬剤選定のコツをご紹介していきます。美容師のキャリアが長いほどお客様の年齢も一緒に高くなっていきますよね。白髪染めのお客様ばかりで、実はファッションカラーのやり方が最近よくわからない、そんな美容師さんは実は多いのではないでしょうか。いつもやらないような内容をお客様に希望されるとドキッとしてしまって、仕上がりを見るまで不安で不安でしょうがない、そう感じる方も多いと思います。ファッションカラーの薬剤選定は軸があれば簡単なんです。そこで漠然とファッションカラーといってもですね、たくさんの色があり、どれを使っていいのかわからない、でも薬剤を的確に使えてダメージも少なく、かつお客様も喜んでくれたら美容師さんも嬉しいですよね。その軸になる内容を今回はシンプルに解説していきます。今回は白髪染めが多い美容室のためのファッションカラー講座として、最適な薬剤選びができるコツをお伝えするとともに、アッシュ系などの寒色、ピンク系などの暖色、それぞれのレシピの考え方まで解説していきます。この動画を見るとファッションカラーを正しく使えるようになってヘアカラーが楽しく変わります。そしてブレない軸を作ることで、不安なくお客様に安全に美しいカラーを提供することができます。キャリアが長くなり白髪染めばかりをしている、ファッションカラー苦手意識がある方、あとはこれからヘアカラーを勉強し始める方はですね、ぜひ動画を最後までご覧になってください。そしてこの動画を見た上でですね、よりヘアカラーの詳しい情報を知りたい方は、概要欄に貼ってあります LINE のリンクから友達登録をお願いいたします。登録いただくとアンケートすぐお送りしますので、アンケートをお答えいただくと特別プレゼントと3日間のミニセミナーをプレゼントさせていただいております。 YouTube でお話しできないヘアカラーのことまで詳しくお届けしますので、ぜひご活用ください。まず皆さんに知ってほしいのは、ヘアカラーは基本になる軸が何より大事ということです。なぜかというとですね、基本がないといろんな情報があっても活かしきれないからなんですね。そしてあなたの個性やセンスを正しく発揮できません。例えば多くの美容師さんがですね、ブリーチオンカラーが苦手なんですよく言われるんですね。これは単純にブリーチオンカラーをする機会が少ないということもあるんですけれども、実はカラーレシピの基本的な考え方がずれてしまっている、これが原因でブリーチオンカラーの失敗っていうのは非常に多くなっているのが事実です。なのでまずファッションカラーの基本を覚えていただくことで、提案できるヘアカラーの水準がぐんと上がります。必要な内容だけはピックアップしてお話ししますので、ぜひスキルアップの参考にしてください。では本題に入ります。まず一番大事なのは、何レベルに仕上げるのかを決めるということ。なんとなくこんな感じという曖昧ではなく、明確なゴールを決めることで必要な色の番号やレシピが決まります。でも決めちゃうとごまかしが効かないような気がして、正直そう感じる美容師さんも多いと思うんですよね。ですがこのゴールを曖昧にしていること自体が失敗の大きな要因であり、お客様の信頼を失ってしまうポイントなんです。スマホの画像などで確認したりですとか、お客様と共有しやすい内容で確認してください。そして何レベルに仕上げるかっていうのを決めましょう。ただ感覚っていうのは実はすごく曖昧なものですので、レベルスケールを毛先に当てたりして、確実にアンダーレベルを把握してください。例えば病院でもまず状態の話を聞いて、適切なお薬だったりとか処置をすると思うんです。それと同じで、お客様の髪質やアンダーレベルを把握するということは何より大事なポイント。ここからはより具体的なファッションカラーのコツをお話ししていきます。まずファッションカラーは NK だけで考えましょう。でもお客様のご要望は赤みのないアッシュ系が多いんですけど。わかります。でもですね、的確な明るさに仕上げるというのは、まず NK、ブラウン系だけで考えることが何より重要です。メーカーさんによっては NK、ナチュラル系という表記のところもあるし、ブラウン系という表記のところもあります。メーカーさんによって表現は様々なんですけれども、茶色のライン、基本的なラインはまずどれかっていうことを把握してください。で、カウンセリングで仕上げる明るさが決まったら、NK だけでレシピをまず考えましょう。そして大事なのはですね、深成部と基線部、根元と毛先は必ず塗り分けましょう。塗り分けることですね、1回のカラーのダメージを激減させることができますし、的確に美しくカラーが仕上がります。トーンダウンに関しては、こちらのリストをですね、ぜひスクショしていただいたり、参考にしてください。例えば、11レベルのアンダーのお客様に N8 を使うと、2レベル暗くなるんですね。つまり、9レベルに仕上がります。ここで注意していただきたいのは、薬剤は自分の番号よりも暗くすることっていうのはできません。例えばなんですけれども、8レベルのお客様に、じゃあ N8 を使ったら2レベル暗くなるから6レベルになるんですか？
思うかもなんですけれども、 N8 は8レベル暗くはできないということです。いろんなケースがあるんですけれども、このトーンダウンの表は目安として参考にしてください。トーンダウンの時にじゃあ機線部に使うオキシは 3% でいいんですか、そういうふうに思う方も多いと思います。低アルカリ、ダメージがもともと少ない薬剤を使い分ける方だったら OK なんですけれども、アルカリからしか置いてないサロンであればアルカリキャンセルの 3% を紙トレでは推奨しています。これオキシに入っている酸性のものがですね、一座のアルカリを中和して少しダメージを弱い薬剤にしてくれる効果があるんですね。使ったことがないよとか、どういうのかよくわからないって方はですね、以前の動画で詳しく紹介していますので、そちらはぜひご参考にしてください。 NK だけで仕上げるコツがわかりましたら、次はアッシュ系やマット系、寒色のレシピの考え方をお伝えします。寒色系カラーの超大事なポイント、これは根元を濃く、毛先を薄く、そう考えること。なぜかというとですね、新生も根元の方がメラニン色素が多いからなんですね。例えば根元が2センチ伸びていて、毛先が11レベルの方にアッシュの9レベルを塗り分けずに根元から毛先まで塗ったら、全部の赤みは消えるんだけど、根元はちょっと赤みが残ると思います。なので必ず用途を分けて、カップを2つで根元と毛先の塗り分けが超重要です。ただレシピを考えるのがどうしても苦手、そう思う方も多いと思うんですよね。塗り分けるレシピの考え方は1対1とか3対1などお客様の要望に合わせて調整するのがベストなんですけれども、できるだけシンプルに考えるやり方をお伝えします。ちなみにカラー剤のタイプをですね、紙取りではミックス系とストロング系、この2つに分けて考えています。サロンにはどちらもあることがベストなんですけれども、今回ミックス系の薬剤を使ってのレシピの考え方をご紹介します。というのもですね、ストロング系の薬剤、イルミナだったりとかアディクシーなんかを使った時に思ったより暗く仕上がったことってありませんか？では赤みを消す効果が強いのが原因、つまりアッシュ系の青が強いんですね。青っていうのは色の世界で一番暗く見える色です。例えば黒染めのブルーブラックってあると思うんですけども、あれも黒ではなくって濃いブルーでできているものが多いです。なのでブリーチした金髪にブルーブラックをそのまま乗っけてしまうと、黄色と青が混ざって緑っぽくなりますよね。ちょっと話を戻して、おすすめの薬剤はですね、アクセントカラーだったりですとか6レベルぐらいの濃い色の薬剤、これを NK を軸にしたレシピに 10% から 20% ほどをちょい足しして使います。え、それじゃ色あんま分かんなくない？そう思う方もいらっしゃるかもしれません。紙トレではこの図のように色の濃さを3段階に分けてカラーレシピのテンプレートをご用意しています。紙トレドリルのリスタートコースという内容ですね、有料の内容なのでそこでお見せできないですけれども、基本的な内容は皆さんに覚えておいてほしいのでご紹介しています。ほぼブラウンベースのライトの仕上がりからですね、色味を程よく感じるノーマルまでは今回紹介するちょい足しのレシピで対応が可能です。もちろんお使いのメーカーさんの薬剤の色の濃さは微妙に違うと思うので、若干の誤差あると思うんですけれども、これを覚えるだけでファッションカラーがすごく楽しく変わります。目安で使うとヘアカラーが考えやすくなりますよ。そのようにですね、根元に多く寒色の濃い薬剤を入れて基線部を塗り分ける、そんな的確な仕事をしてください。紙取りのちょい足しでおすすめのアッシュ系の色はナプラさんのナシードのスカイブルーの6、マット系であればフィオーレさんのクオルシアグリーンの6がおすすめです。どの薬剤がいいとか使う薬剤に困っていたらこの2つをおすすめします。イルミナやアディクシーを使った方が簡単に赤みっていうのは消せるんですけれども、安全に仕上げる方法としてミックス系の薬剤でのレシピを推奨しています。その方がファッションカラーに苦手意識がある方へもおすすめです。次にピンク系やオレンジ系の暖色系のカラーの考え方、暖色系は寒色とは逆の考えでレシピを作ります。逆ってどういうことって思う方も多いと思うんですけれども、ここがポイントです。これは暖色系のカラーが赤みを足す色だからなんですね。アッシュ系やマット系は赤みを消す色なので、暖色はその逆で考えて根元を薄く、毛先を濃くと考えます。シンプルに濃い色を基線部の薬剤に多く入れておくと失敗が少ないです。暖色系とかピンク系の失敗で多いのが基線部にあまり色が入らなかった、そういう経験って一度はあるんじゃないかなと思います。暖色のレシピもですね、紙トレでは3段階に分けてレシピのテンプレートをご用意しております。興味ある方はぜひ紙トレドリルのリスタートコースにご参加ください。そのようにですね、アッシュやマット系同様、色の濃さを3段階で分けています。レシピの目安は寒色のものを逆にします。必ず塗り分けるっていうところは全く同じなんですけれども、この考え方は分かっているとカラーのレシピで困りにくくなります。
寒色の場合は根元を濃くしなきゃいけなかったから根元には濃い色を 20% 入れて毛先には 10% そういう風に調整するんですけれども、暖色系の場合はこれが逆になりますので、根元には 10% 濃いピンクを入れて基線部毛先には 20% 足す、そういう風に逆に考えることをお勧めします。ピンク系のおすすめ薬剤はナプラさんのナシードのオリエンタルピンクの6、程よくパープルの入った色のピンクなので発色が良くってすごく使いやすいです。そしてファッションカラーの使い方の応用としてですね、白髪染めのお客様、根元は白髪染めを使っているお客様の基線部に使うことをお勧めします。根元は白髪染めで毛先はファッションカラーに変えるなんてありなの？思う方もいると思うんですけども、全然ありです。ただムラになったりですとか失敗を防ぐために覚えておいてほしいのは、基線部の明るさをキープするためにファッションカラーを使う、そういうふうに考えることです。例えば画像のようなお客様が来店されたとします。根元の白髪を染めてでも毛先を暗くしたくないというご希望なんですね。なので根元はグレーカラーの8レベルの NK でも、グレーカラーを基線部に塗ったら暗くなりますよね。なぜグレーカラーを使うと基線部が暗くなるかっていうと、答えは簡単で、白髪が染まるぐらい濃い茶色がたくさん入ってるから。なので暗くならないようにファッションカラーを使うといいんです。暗くならない番号は先ほど紹介したこのリストの9や10の番号がおすすめです。同じ NK を使えば自然に美しく仕上がりますし、寒色と暖色のちょい足しのレシピに関してもグレーカラーの場合も同様に使います。じゃあ白髪染めの毛先はファッションカラーで明るくできるの？そう思う方いるかもしれないんですけど、これはできません。以前のカラーが残っている残留ティントが多い状態になりますので、これを明るくするには特殊な方法が必要なんです。以前の動画でですね、これ詳しいやり方をご紹介してますので、こちらもよかったらぜひご覧になってください。多くのですね、白髪が気になる大人の女性は品よく明るい色の方が肌も明るく見えたりするので、ぜひ明るいカラーを提案してみてくださいね。それでは最後に、よく見かけるカラーのレシピをそのままやるのは超危険、これについてお話していきます。ここまでファッションカラーの基本についてお話ししてきましたが、例えばインスタなんかで見たカラーのレシピを見てそのままやったけど全然うまくいかなかった、そういう経験がある美容師さんも多いと思います。ヘアカラーのレシピはお客様の髪の状態やアンダーレベルの状態、アンダーが分かっていないと失敗します。じゃあ失敗しないためにどうすればいいかというとですね、お客様の髪質のタイプを見極める、アンダーレベルをしっかり確認する、ヘアカラーをシンプルに考える、この3つを確認すればかなり失敗が防げます。確認ポイントについてもですね、以前の動画で詳しく解説してますので、こちらもぜひ一緒にご覧になってください。でも白髪染めが多いサロンワークを毎日しているとどうしてもファッションカラー苦手になりがちだと思います。慣れてないやり方をするときすごく緊張する、そんな相談を毎日のようにいただいています。グレーカラーもファッションカラーも元をたどれば同じものなんですよね。僕がヘアカラーを愛してやまないのはですね、やっぱ髪が綺麗になるとお客様が喜んでくれるからなんです。覚えておいてほしいのは、白髪を染める白髪染めもファッションカラーも根本はお客様の悩みを解決していい感じにして喜んでもらえること。今回の動画をきっかけでファッションカラーも楽しいかもって思っていただけたらすごく嬉しいです。それでは今日の動画をまとめます。白髪染めが多い美容室のためのファッションカラーのうまく使うポイント、1つ目、仕上がりを何レベルにするか決める、2つ目、まずはナチュラル系だけで考える、3つ目、アッシュやマットの寒色は根元を濃く毛先を薄く、4つ目、暖色系は寒色と逆で根元を薄く毛先を濃く、5つ目、グレーカラーの基線部に使うんであれば9番以上の薬剤がおすすめです。これをすればファッションカラーの仕上がりが的確にレベルアップするはずです。ぜひ今日お話しさせていただいたことをポイントだけでもいいのでサロンワークで取り入れてみてですね、お客様に喜んでいただけるファッションカラーをするきっかけに変えてください。髪トレではですね、ブランクがあってヘアカラーに不安がある方、あとは先輩のヘアカラーの指導や会社のトレーニング環境に不安のある方、あと勉強し始めたいけれどもどこから手をつけていいかわからない方、そういう方にですね、そういう方に向けてヘアカラーに自信がつく時短オンライン学習の髪トレドリルリスタートコースを推奨しています。時間がない方は最適な勉強方法として確実にスキルアップできる内容です。こちらも LINE のメニューからですね、詳しく見ることができますので、興味ある方はそちらをご覧いただいてぜひお申し込みください。このチャンネルではですね、ヘアカラーの失敗をゼロにするをコンセプトに美容師さんへ情報提供はもちろんですし、お客様へもヘアカラーのことをシンプルに解説してお届けしています。今日の内容が参考になりましたらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。